ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、クレイグ・ハミルトン・パーカーの最新予言について話をしていくぞ。今回は、パーカーさんなのね。よろしく頼むわ。任せてくれ。まずは、現代のノストラダムスと呼ばれている、クレイグ・ハミルトン・パーカーについて解説していくぜ。どうでもいいけど、パーカーって聞くと、どうしても服のパーカーを連想してしまうけどね。確かに気持ちはわかるけど、その内容は勘弁してくれよな。うん、確かに、面白がっていうことではないわね。それでパーカーは、どこの国の予言者なの？パーカーはイギリスの予言者で、その予言の的中率は、70% を超えていると言われているんだ。70%、かなり高い人だね。またパーカーは、仮に予言が外れた場合は、真摯に予言が外れたことを認める人物なんだ。それは、予言者としては珍しいわね。確かに、予言者の多くは、予言が外れたことを特に認めることはしないからな。それでパーカーは、若い頃からシックスセンス、第六感が強かったそうだぜ。その結果、若い頃から予知夢を見たり、何者かに囁かれたりしていたそうだぜ。すごい能力だけど、何者かに囁かれたら怖いわね。確かにそれはそうだな。それに、基本的な予言者の多くは予知夢だけど、パーカーみたいな囁かれる系予言は初めてだね。そうだな、これまで紹介してきた予言者の多くは、予知夢によって予言の内容を得ていたな。だけど、今回のパーカーは、第六感によっても、予言の内容を得ることができるすごい人なんだぜ。なるほどね。それに囁きだったら、予言というよりは、霊媒的な雰囲気を感じるわね。いいところに気づいてくれたな。実はこのパーカーは、予言者でありながら霊媒師の顔を持っているんだ。まさかの二刀流。それでパーカーは、これまでに多くの霊と接しており、その霊たちから、予言の内容を聞くことがあったそうだぜ。なるほどね。霊からいろいろな話を聞くのね。それでパーカーは、これまでにどんな予言を的中させているの？それに関しては、いろいろとあるので順番に解説していくな。よろしく。まず、パーカーが的中させた予言は、イギリスが欧州連合から離脱するだぜ。ほうほう、確かに離脱したわね。この予言を具体的に言うと、2016年6月23日に行われた国民投票の結果、投票者の 51.9% が、EU を離脱することを選択したことから、イギリスは、欧州連合から離脱したぜ。確かにそんなことがあったね。それでパーカーは、その予言をいつ頃にしていたの？イギリスが欧州連合を離脱する、20年以上前から予言していたと言われているぜ。20年以上前から予言していたのは、すごいわね。次に、パーカーが的中させた予言は、トランプ大統領が当選するだぜ。今までの予言者の多くは、ざっくりした内容の予言が多かったけど、大統領の当選を予言しているのはすごいわね。確かにな、それでパーカーは、トランプが政治活動を始めた頃から、いずれ、トランプが大統領になることを予言していたそうだぜ。なるほどね。ただし、トランプの2期目の大統領選に関しては、予言を外しているぜ。あらら、最初は予言が的中したけど、2期目は外れてしまったのね。でも、またトランプさんは出馬を表明しているから、パーカーがどんな予言をするのか気になるね。確かにそうだな、その点に関しては、今後もパーカーの予言に注目したいな。次に、先日、パーカーが語っていた最新予言について、いろいろと話をしていくぞ。最新予言、それは気になるわね。まず、最初の予言はこれだぜ。ロシアで大きな雲が上がるだろう。その雲は、大変危険な雲で、多くの人にとって害をなすだろう。といった内容だぜ。大きな雲って、核ミサイルじゃないの？おそらくその可能性は高いだろうな。またロシアは、世界を雲で包み込むほどの、やばい兵器を所有していると言われているぜ。え、そうなの？全然知らなかったわ。また、その他にも、ロシアではポセイドンと呼ばれるヤバい兵器を所有しているからな。ひょっとすると、今後の世界は、とんでもないことになってしまう可能性があるだろうな。次にパーカーは、今後は、世界的な食糧危機が訪れると予言していたぜ。え、食糧危機はヤバいわね。そうだな、具体的に言うと、現在の世界は、物価の高騰、生産性の低下が起きている状況だぜ。確かにそうね。日本でも、コーラの値段が高くなったからヤバいと思っているわ。でも、正直なところ、日本が本当に食糧危機に陥るのか、信じられないのよね。甘いな、霊夢。日本の食糧自給率は、約 37% と言われているんだ。え、そうなの。じゃあ、万が一の時はヤバいことになりそうね。次にパーカーは、先ほどの内容以外で、日本に関係があると思われる予言をしていたので、解説していくぞ。まだ、他にもしっかりと、日本にも関係のある予言をしていたのね。それで、どんな予言をしているの？パーカーは、次の予言を残しているんだ。東の方で、トンガ火山噴火のような大噴火が発生し、津波が発生するだろう。
確認だけど、この予言は、日本のことを言っているわけではないんでしょ？そうだな、あくまでもパーカーは、東の方でと予言しているに過ぎないぜ。でも、予言の内容から考えると、日本のことを言っている可能性が高いような気がするわね。まあ、そこをどう受け止めるかは人によると思うけどな。確かに、そうだけど、私は日本のことを予言しているような気がしてならないわ。それは、私もだぜ。それで、予言の内容を解読すると、おそらく、火山が噴火し巨大な地震が発生。それから、津波が来るといった感じだな。火山の噴火に巨大地震、それに津波、大災害の三拍子じゃないのよ。そうだぜ。また、私なりに、パーカーの予言を日本に当てはめてみたけど、当てはまらなかったぜ。よかったわ。でも、どうしてマリサは、予言が当てはまらないと思ったの？それは、日本にある火山が噴火しても、津波が発生する可能性は低いと考えたからだぜ。でも、桜島とか最近話題になっているでしょ？あ、完全に桜島の存在を忘れていたな。え、それってつまり、桜島でヤバい噴火が起きた時は、日本を、先ほどの三拍子が襲う可能性があるということだな。ひぃ、結局あるのね。また、危険なのは桜島だけではなく、阿蘇山もかなりヤバいぜ。出たー、阿蘇山？阿蘇山が噴火すると、九州で、700万人の人々が亡くなると言われているんだ。ヤバすぎるわね。また、パーカーの予言の内容を、日本だけではなく世界に当てはめると、一つの場所が該当するぜ。え、それはどこの国なの？おそらく考えられるのは、インドネシアのタンボラ火山だな。初めて聞いたわね。タンボラ火山は、先ほども言ったように、インドネシアの火山で、1815年4月に大噴火し、多くの人々が犠牲になっているぜ。それって、絶対にヤバいじゃん。確かにヤバいけど、タンボラ火山の噴火の影響で、大地震が発生したと言われているが、津波に関する記録はそこまで残っていないぜ。ほうほう、じゃあ、微妙に当てはまらないのね。確かにそうだな。しかし、パーカーの予言を抜きに考えても、日本には、数多くの地震をはじめとする、災害の発生が危惧されているからな。確かに言われてみれば、そうね。また、パーカーは、最後にとんでもない予言を残しているんだ。ここまで来て、まだヤバい予言が残っているのね。まあ、この予言を最後にしたのは、いろいろな大人の事情があるからだな。ほうほう、なんとなく察するわ。それで、予言の内容に関しては次の通りだぜ。今後の日本で、首相が問題を抱え、やがて、国民から糾弾されるでしょう。現在の日本人はおとなしくしていますが、彼らはあることをきっかけに凶暴になり、政府に対して、牙を剥く可能性が高いです。確かに予言の内容がヤバいわね。次にパーカーは、アメリカの崩壊は、すでに始まっていると考えているんだ。え、まさかの、現在進行形なの？そうだぜ。具体的に言うと、パーカーは、アメリカの崩壊は、1929年に起きた世界恐慌から、すでに始まっていると考えているそうだぜ。世界恐慌って、株がぶっ飛んだ事件だよね？まあ、株がぶっ飛んだというよりは、株価が大幅に大暴落した事件だな。そして、徐々にアメリカの崩壊は進み、決定的となったのは、2009年に起きたリーマンショックだと、パーカーは考えているぜ。リーマンショックって何だったっけ？リーマンショックとは、アメリカ合衆国で、住宅市場の悪化による住宅ローン問題がきっかけとなり、投資銀行であるリーマンブラザーズホールディングスが、2008年9月15日に経営破綻したことにより、連鎖的に、世界規模の金融危機が起きたことだな。ほうほう、その話を聞いて思い出したわ。それで日本では、リーマンショックの影響でどんな被害が出たの？いろいろと被害が出たけど、日経平均株価が、1万2000円から約6000円になったり、非正規雇用の労働者が相次いで失業するなど、大変な金融危機が起きたぜ。確かに、当時は派遣切りとかが起きていたわね。そうだぜ。それで、話を進めるけど、パーカーは、このリーマンショックから、アメリカの全てが崩壊していくと考えているんだ。全てってことは、経済以外でも、アメリカが壊れてしまうということなの？そうだぜ。パーカーは、世界の中心にあるアメリカの力が、どんどん失われていくと考えているんだ。え、それはまずいわね。ある意味、アメリカがいることで、世界の秩序が守られている感じがするからね。まあ、一方で、世界を崩壊させているという見方もあるけどな。確かに、言われてみれば、その側面はあるような気がするわ。それで、アメリカが崩壊してしまうと、いろいろな国が被害を受けることになるんだ。まあ、世界のアメリカだから、いろいろな国が被害を受けるとは思うけど、もしかして、日本も被害を受けるんじゃないの？気づいてしまったか。実は、日本も大きな被害を受けると、パーカーは予言しているぜ。この先の話を聞くのが怖いわね。まあ、怖いけど頑張って聞いてくれ。うん、頑張って聞くわね。
パーカーは、アメリカが崩壊することで、日本も、経済的な被害を受けることは前提として、次のような警告を日本に対してしているぜ。経済的な被害を受けることが前提なのね。それで、警告の内容はどんな感じなの？日本は抑止力を持つべき。日本は戦いから抜け出すべきである。内容がはっきりとしていないから、よくわからないわね。確かにそうだな。まあ、実際にパーカーは、もっと具体的に、日本に警告を出しているんだけど、警告の内容がちょっとアレなので、今回は少し言い換えているぜ。なるほど、大人の事情なのね。それで、先ほどの内容なんだけど、抑止力とは、武器に関する内容だな。武器、抑止力、わかったわ。要は、日本は保有国になれってことなのね。そういうことだぜ。それで、次の戦いから抜け出せとは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約が深く関係しているぜ。長い条約ね。つまり、日米同盟のことでしょ？そうだぜ。それで、パーカーが危惧しているのは、アメリカが、世界の大きな国と戦いになった際に、日本も被害を受けるということだな。確かに日本にも、アメリカの基地が各地にあるからね。憲法9条があるとはいえ、他人事ではないわね。そうだぜ。場合によっては、共倒れになる可能性があることを、パーカーは危惧しているんだ。まあ、日米同盟の内容を考えれば、協力する義務があるからね。場合によっては共倒れするかもね。まあ、ただ日本が、どこまで協力するかに関しては色々な考えがあるので、完全に共倒れになるとは言い切れないけどな。まあ、それはそうだね。そしてパーカーは、日本の何とも言えない状況を打開するためには、例のものを保有する必要があると、考えているんだ。なるほどね。だから、保有国になることを推奨しているのね。そういうことだぜ。それで、パーカーの警告をまとめると、日本はいつまでも、アメリカに依存させていては危険だということだな。確かにそこは、毎年テレビ番組でも議論されているわね。確かにそうだな。だけど、いろいろな問題がある上に、その問題を変えようとしていた人物が、少し前に亡くなってしまったからな。安倍さんだね。そうだぜ。だから、今後の日本は、いろいろと選択を迫られることが多くなると私は思うぜ。確かにね。また、先ほどのパーカーの警告にあるように、日本人は、アメリカを切るべきという考えには、最悪のシナリオが存在するんだ。最悪のシナリオって怖いわね。具体的に言うと、中国が台湾に対して動いた時に、日本はアメリカ側の国だから、積極的に中国から攻撃されるんだ。ひぃ、それは勘弁してほしいわね。また、中国の、台湾に対する動きが長期化すると、日本は、アメリカの手先として、いろいろなことをしていく必要があると考えられているんだ。うわぁ、それはさすがにヤバいでしょ。そして最終的には、中国とアメリカの戦いは、終戦を迎えることになるけど、日本は、中国の一部になると考えられているんだ。そうなの？まあ、あくまで想像の話だけどな。それなら、よかったわ。ただ最近では、中国の富裕層が、日本の土地を買い占めているからな。え、それって、まあ、考え方はいろいろとあると思うけど、中国が日本に対して、目的を持って動いていることは事実だと思うぞ。問題は、その目的がヤバすぎるってことだね。その通りだぜ。でも、この話を聞いて思ったけど、日本がアメリカと手を切ったら、いろいろとヤバいんじゃないの？そうだな、パーカーは、抑止力を持つべきと言っているが、なかなか難しいところはあるだろうな。今後の日本はどうなるのかしら？まあ、ものすごく明るい未来はないだろうな。ひぃ。それじゃ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。